てんだね。でかい。でかじゃあ、乾杯。はい。ああ、うまい。本当に見事に商店街なんもないんだね。いや、スナックぐらいあるかなと思って今見てきたんだけど。マジでなんもない。ライライがあったぐらい。あれは飲み屋なの？今度じゃあここら辺で飲み歩きしないか。飲み歩き昼から飲み歩けばね。ああいいね。であれだよな、そこのスーパーで酒買ってそこで飲んでる。そこで公園で。そうそう。あ、爆弾サービスでいただいて、唐揚げ、卵、焼き、フライ、なんかわかんないけど。ハイボール、ぜひ。この間だってゾロ目しか出なかったよね。ゾロ目各ボトルで入れてもらった。あと氷と炭酸。あれでも濃いな。結構ちゃんと濃いね。あのほら薄いじゃん、あの普通のとこってちゃんと濃いね。従業員がみんな酒飲みだから。ああ確かに濃いと思うんだよね。でも釣りだからそんな飲んじゃうとな。薄いよりかは濃い方がいいか。でもこれで俺明日3人で行くんだけど、負けたら怒ってる。だってこれのせいだ。これのせいか。ティラがそんな弱くない。でも負けた。今日は薄めに、いや今日は薄めにしないと釣りに影響できちゃうから。あれ明日もやってんすか？じゃあウツボ釣れたらマジ来ますよ。はい。酔っ払いじゃん。酔っ払いだよ。酔っ払いだよ。唐揚げもらっていい？唐揚げどうぞ。唐揚げ始まる。唐揚げじゃない。カラオケが始まるんかよ。全然まだ、あれ、あ、さっきのとこか。
あ、そうだね、もうゴールだもんね。とりあえず飯食ってから行こう。フグは食えないからノーカウントです。それっぽいじゃん、当たり前だ。大きさじゃないだろ。美味しそうだ。どうする？うまいっす。ちょっと一個ちょうだい。うまいっす。うまい。あ、マジでうめえ。俺ゲソ天と。あ、うまいね。うまい。これアジ 100g だと1匹以上いっちゃう ?1 匹ぐらい。これ釣ったことにしようかな。これ買ってって。